明智光秀は紅蓮の炎の中に消えた。全ては本能寺に置かれていた大量の火薬が原因だった。戦いの中でその報告を聞いた濃姫はとある記憶を思い起こしていた。妖魔の軍勢を迎え撃つために設置した兵器、それに必要な火薬を本能寺から輸送させたことがあった。本能寺に残されていたのがその時の火薬であるならば、外邸に火薬が届けば光秀を救えるかもしれない。本能寺に置かれていた火薬、あれはこの戦いならここで派手に暴れて派手に火薬を使う。単純な頭で羨ましいね。以前の歴史で火薬が本能寺に戻されたのは輸送を邪魔され、まずはその邪魔者を排除する必要がある。その任務自分が引き受けましょう。任せておけ。妖魔どもを引き裂き、よっしゃ行こうぜ。この戦いで届かなかったあれが光秀を地獄に落とすのよ。まあいいわ、エゴマも増えたことだし。あえてみましょう。ミイラの私の記憶が確かなら、火薬の輸送隊は北西から現れたはず。西砦と北西砦の敵が邪魔ね。片付けておきましょう。さあ、とっとと片付けちまうぜ。お前、相変わらず冴えてるな。負けちゃいられねえ。燃えてきたぜ。肩慣らしにもならん。そもそも侵入拠点が封鎖されているのね。あれじゃ輸送隊が来られないわ。おお、封鎖が解けている。いや、危ない危ない。もう少しで本能寺に帰るところだった。手をすべし。噛み砕いてくれ。火薬はいくらでもあるわ。兵器を使って敵を蹂躙しましょう。うん、派手に行こうぜ。は信じる道を行くわ。挟み撃ちも抑えたな。こっから反撃開始だぜ。未だ決着つかぬか。不甲斐なし。総攻撃をかけよう。あれが敵の総大将ね。そろそろ終わりにしましょう。任せとけよ。ここで潰され終わる。傷つけ合うのは避けたいけれど、その顔覚えたぞ。で未来は変わるわ。光秀も無傷でいられるでしょう。さあ早速本能寺に戻ろうぜ。私は倒れるわけにはいかない。いやそうかいそうかい。派手にぶっ放すのは。こんだけ暴れりゃもう火薬は残ってねえだろ。さあ本能寺に戻ろうぜ。明智光秀と本当の勝負。